物語シリーズオフ&モンスターシーズン第13話忍のマスタードその後皆さんの反応集パジャマパーティー最高だった小読みハーレムだこれ正座し続けるハチクジちゃんも女子会やってる女の子たちも可愛かったわ食中毒は想像できなかったな真相判明からのパジャマパーティーの落差がすごかったわ謎自体はあんまり深くなかったけど JK パジャマパーティーに興味がありますいくら引退済みの OG だからとはいえ可愛い子が何人もいたら女子会に乱入したくなっちゃうよねこれって1番目の冒頭に出てきた女子高生が奇跡ソーワちゃんだったってこと女子高生の血ってそんなに程度が悪いもんなのかメンタル病んでるやつの血は栄養失調で免疫落ちてる吸血鬼には毒なんじゃねいろいろ言ってるけど一人は襲ってんだよな何でも知ってるはずのお姉さんがどうしてこんなに苦戦してるんだやっぱり来週で最終回とは思えんから愚か物語と技物語の残りをやって大晦日スペシャルで一旦コンクールはおしまいなんだろうかハーレムだアララギさんパジャマパーティー良いな良いな来週はアララギくんの女子パジャマ姿アララギくんの女装奇跡を探すはずがパジャマパーティーさすがの沢城みゆきスーサイドマスターの見栄を張りたかっただけって動機は危険認定されないのだろうかこのまま国外逃亡するのをガエーさんは見逃すんだろうかまあ吸血鬼の時点でどこまでが危険認定されるのかわからないけどやさぐれた女子高生で食中毒って人間時代のスーサイドマスターは人格者だったんかね下賤な人間の血は交代できちゃってアナフィラキシー起こすとかで安全死されるとかかな唯一のご飯の忍と一緒にコヨミンが飼うことにパジャマ、ブルマ、たまらんよね俺も後部座席に塾女乗せたいし女子高生のパジャマパーティーに乱入したいここで引きなのくさ OG 組みんな強そう物理的にも精神的にも7いいね人間に戻る気があるのかどうかみたいなところでランプ強調するセンスよ感情交差点ではなくランプなのがほんまにまあでもこの中で戻れないだけでその先でも戻れないわけではないからね明かされる女子高生連続殺人事件の真相定価はともあれやはり発端はあなただったか真犯人を探るべく動き出す一同あららぎ先輩羨ましいぞ吸血犯のギミックも面白かったが今回はレイアウトと美術が素晴らしかったスーサイドマスターとキスショットの関係も素敵小読みのパジャマ姿を楽しみに待とう飛行機からスカイダイビングして昔の漫画みたいに地面に埋まったわけじゃなかったのねそれしかないと思ってたからそこは疑わなかった高身長の複数人女子から見下ろされるパジャマパーティー怖いと思ったそういえば小読みは低身長設定だったかずっと笑い合ってるのが逆に不気味である汗迷いに任せて離れる最後の行方不明の服などの全ての持ち物がロッカーから矢ではなく制服とユニフォーム露出下校手ぶらで街ぶらの撫で子みたいだねミイラ化した原因食中毒スーサイドマスターの見え故に複雑となったことの真相本作に共通することながらこの2点3点が良い真犯人の動向やいかにそしてアララギたちはどう落着させるのかなるほど時系列が違ったんだね食中毒怖い見栄を張りたかったスーさん可愛い忍と同じだね新たな犠牲者を出さぬためパジャマパーティーに潜入ジョバスの陽キャ感パないのアララギくんもタジタジだレッツを着替えやっぱり根本の原因はスーサイドマスターじゃないか食中毒ってでも犯人が途中から被害者の女子高生だったとはそれなら確かに連続性がわかるゾンビパニックだなで今度はカンバルたちが狙われるとパジャマパーティーに乱入する小読みカンバルの格好もこれは女装させられるやつだ結局スーサイドマスターが一連の事件の起点ではあったのかでも失敗続きでもう全然良いとこないなこの吸血鬼そしてジョバスのパジャマパーティーに突然乱入するアララギ変態ドレスコードが鳴ってないからと女物のパジャマ着せられそうになって次回へ続くアホ落ち着き笑う女子高生たち怖い次で終わる忍物語核心に近づいてスーサイドマスターではないことは分かりカンバル駿河のもとへパジャマパーティー来たカンバルいいなパジャマパーティーに混ざりたいですあららぎ小読みと一緒に吸血鬼2人
再会すごく嬉しそうだな。笑い。ここまで話がこじれてきたのに結局スーサイドマスターは吸血してたんか。事件の真相はまさかと思わされましたね。これ以上の被害者を増やさないために女子高生のパジャマパーティーに潜入する荒良木くんでしたが歓迎されすぎだろ。てっきりスーサイドマスターは無関係かと思いきや、ちゃっかり女子高生に手を出した挙句食中毒とか笑うしかない。ただ時系列に罠が仕掛けられたとは全く思わず見事に一本取られました。それにしても JK のパジャマパーティーとか裏山消しからな。面用にして原用にして汎用の実行犯、最初から行き当たりばったり感が強かったし、どの道すぐバレただろうね。そんなことより、女子会パジャマパーティーに乱入できる荒良木小読が羨ましすぎる。さすこよ。スーサイドマスターの話でかなりの謎が解明。女子高生をスーサイドマスターが吸血、一人目で食中毒になり感染、吸血鬼化した被害者がスーサイドマスターを埋め、他の4人をミイラ化。ミイラ化犯人はカンバル駿河邸でパジャマパーティーに参加中。次回荒良木の活躍やいかに。不明 JK が犯人というのは推理の範囲内だが、スーサイドマスターは無関係と思っていた。まさか食中毒とは。メッセージをわざわざ暗号化したのは、吸血鬼化で脳に何か異変が生じたのかな。解決編ではそこも理由付けしてほしい。おい、ハチクジバレはしっかりしろ。推理の鉄板、犯人は同じグループに。さらっと腰水いるし、うへへ展開来る。珍しくキャストが多い。少なくとも犯人は一人っぽい。スーサイドマスター様いい声やな。食中毒は全く予想してなかった。吸血鬼も食あたり起こすんやね。吸血鬼はみんな見えっ張りだね。女子高生のパジャマパーティーへ潜入とかどんなご褒美だよ。いや、鳥肌が立ってしまった。本当にマジで面白すぎる。女子高生を食べると食中毒になるのか、気をつけないと。吸血鬼が2人いることで事件の入り組んだ部分が明らかになるとは考えもしなかった。スーサイドマスターが意外に礼儀正しくて驚き、パジャマパーティーに参加する荒良木くん、羨ましいようなそうでもないような。比較的初期に退場した被害者が実は死亡してた加害者のふりをして罪を重ねるというのはミステリ王道パターンの一つよね。ただ今回の場合、死亡したのが不死者だったというわけで、パジャパ中女子バスケ部の圧が怖い。事件の真相なのか。伝説の吸血鬼と女子バスケ部との点と点が結ばれた。真犯人は最序盤に登場していた。あるあるだが、読者の注意をそらすには最適な方法と言える。あとは奇跡相話を探し出すだけ。でもまだことはそう単純じゃないよね。個人的な感想、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第13話忍ぶマスタード、その後の皆さんの反応でした。目を覚ましたスーサイドマスターから話を聞くことで、一気に事件の真相が判明しましたね。結局最初の一人とはいえ、スーサイドマスター忍ぶちゃん以外の血吸ったんだねと思いましたが、その理由が見栄を張るためとは、忍ぶちゃんが荒良木くんに見栄で主従逆転してることにしてほしいと言ったのとシンクロしてていいですね。そしてミイラ化の理由が食中毒。まあ心の中までも美しい美し姫の血しか飲みたくないんだから、闇を抱えて病んだ女子高生の血が毒になるっていうのは妙な納得感がありました。パジャマパーティーに何のためらいもなく突撃できる荒良木くん、さすがですね。異様な雰囲気で歓迎されてましたけど、次回どう展開していくんでしょうか。楽しみですね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。